皆さんこんにちは。ウルトラマンブレイザーでスカードの副隊長名倉輝明役を務めます伊藤裕樹です。はい、やっぱり嬉しいのは一言でした。怪獣と人類の調和を目指したい、害にならない怪獣は排除すべきではないという考えの持ち主っていうのを読んで、ものすごい自分に近いものを感じまして、この役はぜひ自分がやりたいっていうのを心の底から思って、そして決まったので本当に嬉しかったですね。やっぱりちっちゃい頃からこうウルトラマンを見ていたりしても、なんで怪獣を倒さなきゃいけないんだろうだったりとか、どっちかというと怪獣がこう痛がっている姿にうーってなってしまっていたので、そういう多分小さい疑問みたいなところをやっぱり輝明が感じてくれてたんだという気持ちで、なんか近いものを感じましたね。最初は防衛隊の一般部隊火力誘導員というところにいたんですけれども、スカードに所属になり副隊長、縁の下の力持ち、そしてみんなを支えつつ怪獣の生態に合わせて作戦の立案だったりをケント隊長やスカードにこう申し出するという役になっております。たまに天然なところもあるという役です。スカード CP GO。 姉がいまして、姉の子供で甥っ子がいるんですけれども、まだですね甥っ子に直接このウルトラマン出るよっていうのを伝えられてなくてですね、甥っ子は今福岡に住んでいるので、やっぱり福岡に行って直接副隊長として出るよっていうのをやっぱり伝えたいですね。福岡の甥っ子のところに俺が行く。スカードはですね自由です。のびのび、いつもしています。ただやっぱりお互いをこうリスペクトするっていうところはみんな持っているので、いじり合うっていうよりは認め合っている雰囲気僕は大好きで、隊長はですね遊び心あふれるところがありまして、シーンの撮影の本番の直前に次の日の撮影のセリフを僕に言ってきたりとかあってってなって僕が即座にそれに答えるっていうニヤニヤしていて、笑みはそれを見て爆笑していたりして、アンリと安信に関してはですね二人とも結構こう筋トレが大好きで、控室ではいつもこうどこの筋肉をどう鍛えるみたいな話をしてたりとか、個性があふれる素敵なメンバーだと思います。ウルトラマンブレイザー放送開始まであと5日、明日のカウントダウンメッセージは南アンリ役内藤好美さんです。お楽しみに。